午後2時ごろ、千歳市のバス会社、千歳相互観光バスに北海道運輸局の職員が立ち入り、再監査を行いました。組合は先月、会社が認証を受けていない工場でバスの部品を交換したという不正があったと指摘し、運輸局に再監査を求めていました。バスの衝撃を和らげるエアサスペンションを支える部品が工場のゴミ置き場に捨ててあったことで不正な整備が発覚したということです。組合によりますと、会社が今後も不正整備を行った場合、運輸局は法的措置も辞さないとしているということです。